鹿児島市が本航空エリアで計画しているサッカースタジアムの候補地について、下鶴市長は、市が優先度が高いとしているドルフィンポート跡地での整備について、現状では厳しい状況との見解を示しました。今日開かれた鹿児島市議会で、サッカースタジアムの候補地について見解を問われた下鶴市長は、これらの論議の状況を踏まえますと、 ドルフィンポート跡地等での一体的な整備は厳しい状況にあると考えております鹿児島市はこれまで、浜町バス車庫、ドルフィンポート跡地、住吉町15番街区の3つを整備候補地として挙げていましたが、浜町バス車庫については、土地所有者からの取り下げ要請を受け、候補地は2か所に絞り込まれました。 このうち工事費や収支予測を踏まえて鹿児島市が優先度が高いとしているのはドルフィンポート跡地ですが下鶴市長はきょう市議会で現状、整備は厳しいとしました下鶴市長が公の場でこのような見解を示したのは初めてとみられます理由について下鶴市長は県の新たな総合体育館と整備予定地が重なり課題があることなどを挙げています 一方で、下鶴市長は、本港区エリアでの整備へ向け、引き続き検討を進めるとした上で、スタジアム整備の方針を見直すことは考えていないと強調しました、はい、下鶴市長、厳しいという言葉を口にしたんですけれども、<え>それでも整備は進めるということで、このスタジアム問題、この先、どういう協議、議論が進んでいくのか、注目です。